コンラージ棒。左から、金属製、樹脂製定時計、樹脂製鍵型、ガラス棒製、ガラス管製。プラスチック製、コンラージ棒。コンラージ棒は、ホンダ・リガルスキーコンロディが考案した微生物見学液を観点平和に塗り広げるのに、用いるガラス、または金属の棒で微生物学の実験器具である。和み用のコンラージ棒及び、 ドイツ5名ダリガルスキスポテルは、共に公安者の名を冠したものである。ガラス製のコンラージ棒は、ビーカーなどの消毒用エタノールに付けておく。使用直前それを取り出し分前バーナーの火に通し、付着したエタノールを燃やすことで滅菌する。そして、寒天平板の端の方にくっつけて、数秒間冷却する。 十分に冷却しないと塗り広げる際に、これから培養しようとする微生物まで殺菌されてしまうので注意する。なお決して火の消えていないコンラージ棒をエタノールに戻してはならない。ピペットや白金耳で微生物見学液を寒天平板の中心に置き、これを十分に冷却したコンラージ棒で小さな丸を描くようにして均一に塗り広げる。操作としては、 片方の手でシャーレを持って回し、もう片方の手で塗り広げる。塗り広げにくくなるくらいに乾くまで、塗り広げ続ける。乾くのには、時間がかかるので、バイチに摂取する菌液の量は少なめにし、バイチは前もって、少し乾かしておくと良い。ただし、乾かしすぎると、バイチの性能が損なわれるので、乾かしすぎないこと。 まとまった数の滅菌済みのガラス製のコンラージ棒が必要な場合には、滅菌バッグや滅菌缶に入れたりアルミホイルで包んだりして、オートクレーブするか、間列滅菌する。もっとも蒸気のような伝統的なガラス製のコンラージ棒は、滑れつつある。最近では、ガンマ線やエチレンオキシドで、あらかじめ滅菌済みのプラスチック製の使い捨て製品を用いることが多い。商品名は、 セルスプレッダーなど。これらプラスチック製使い捨て製品は、滅菌済みなので、クリーンベンチなどの無菌環境下で包装を開けて、そのまま使用できる。これはエタノールに浸したり火で炙る必要がない。使用法は、エタノールや火炎殺菌及び冷却が不要である以外、ガラス製のコンラージ棒と基本的に変わらない。コンラージ棒の代わりに、無菌ガラスビーズを使用することができる。 ありがとうございます。